関山図大東急記念文小僧霊彩りは、室町時代中期、15世紀初頭から、中頃まで活躍した画像。霊、彩りの方意美なの経や座。霊から、清津田奈正澄の宝径である、臨在衆大観派か、清津田奈から暗名を受けた、聖海霊美の、聖一派に属する画像だと推測される。画風が、吉山明長羅東福寺系に近いことから、 後者の可能性が高い。ただ、正解霊美の死が他ならぬ、清津田正澄であることから、大きく見れば新津棚の宝刀に属していると言える。影響7年作品修復時の裏書きから、駿河国雲山清寺のために、ネハンズを描いたことがわかる。このネハンズは、円覚寺所像のネハンズに告示することから、霊彩りは、関東出身で、 この当時演楽寺で活躍していた可能性が考えられる。その後、干渉4年の朝鮮清祖実録ー7月更新場には、九州短大渋川教授加盟義の外交施設として、朝鮮に渡り、清祖に白衣観論図を献上したことが記録されている。当時の朝鮮の王清祖は、儒学を重んじたり市朝鮮の歴史の中で珍しく仏教信仰を歌い、 ちょうど霊彩りが都会する前年に、清祖は道上元寺を訪れ、観音幻想の気づいに遭遇し、同年のうちに、観音幻想期なる、宝鏡戦所が作られた。霊、彩りの白衣観音像献上は、こうした清祖の思考に明敏に反応したものと言える。なぜ霊彩りが、朝鮮域を希望したかは不明だが、自身の宗教的情熱に突き動かされたとも、推測される。 これらの辞席以外は不明。現存作品数は、伝承作を含めても9点。作品に、足当実地の印を押す。これと、民情の要因、はわらじ、霊、彩りの兄弟弟子とみられる。赤足子の三因は、どれも、壁元録が、出典の足に関係する用語で、前後の聖句としてもしばしばまとまって使用される。画風は民情が進めた線描の図案化を発展させ、 画題の内容よりも調達な線描の繰り返しや、慎重に投与された墨調を活かし、造形的な面白さを試行している。およその変年順。ありがとうございます。